こんにちは。私は日本から来ました、二瓶俊雄と言います。今回は、バハテルのオーブンを、寄贈していただいた関係で、丸菱さんのブースで、フランスパンを焼くことになりました。さっき言った雑誌対応に、フランスパンはなぜ長いっていう込み出しの、その、まあ、レポートがあった。で、その当時、今だったらバゲットはなぜ長いっていうタイトルになるはずなんだけど、当時はまだバゲットっていう言葉がに、まあ、世の中に広まってなかったから、フランスパンはなぜ長いっていうタイトルで、それを読んで自分でフランスパン作りたくて青山ドンクに入ってきたんですね。1970年にドンクに入社して以来、ずっと自分で食べて美味しいバゲットを焼きたいと思って49年間経ちます。その話でいけば、うん、俺が入った1970年の大晦日、12月31日の青山ドンクの1店舗だけでフランスパンの仕込み量は1000キロ超えました、はい、バゲットに換算したら5000本、だからその日は整理券を配ってその後で買いに来てもらう。もう焼いても焼いても足りなかった。他にフランスパンを作ってる店はほとんどない時代だったから、ドンクが一番売れてました。最初ドンクのパンが売れたのはファッションでしたね。週刊朝日の表紙に今でも残って、写真残ってるんだけど、ドンクの紙袋をこうやって若い女性が抱えて、バゲットを紙袋からわざわざ出した写真を、やらせの写真を撮ったりして、でもドンクのパリの地図がプリントされたドンクの紙袋を持ってること自体が、まあステータスっていうか流行の最先端っていう時代がありました。入った時はフランス人の技術者がいたんだけど、もっと大きい意味ではこのカルベルっていうプロフェッサーカルベルが本当の、まあ日本にとってこの人こそフランスパンの神様と呼べる人、今、まあ、いろんなフランス人が来てフランスパン俺が教えてるっていうようなやつが多いんだけど、この人はだから国立 製粉学校のパンのラボの責任者だったから、そういうアカデミックな立場の人が日本に本格的なフランスパンを教えたっていうことが日本人にとってラッキーだったと思う。私もレーモン・カルベルが言ってることに一番惹かれたのは、この人はいつも言ってた、フランスパンに余計な副材料を入れてはいけない、つまり食パンの生地でフランスパン作ったらチョンボ、チョンボっていうのはアウトです、はい、それはなぜか砂糖が入ったり、バターが入ったりしたらフランスパンではなくなるっていうことです。余計な副材料を入れないパンが一番ルーツのパンですよ。パンが生まれた時に最初から砂糖が入ってたわけでもない、バターが入ってたわけでもない。パンはその前は無発酵の平焼きパンの時代があって、そこから誰か、まあ、マダムがパン生地を焼くのを忘れたら、ナイル川流域のあの気候風土の中でパン生地がブクブク泡立ってた、そっちを焼いた方が美味しかったっていうところから人類は発酵パンの文化を手に入れたわけです、はい、その美味しさは副材料の美味しさではないんです。みんな一気には悟りを開けないけど、まあ悟りを開けないけど、だんだんステップアップして近づくっていうこと、まあ、パン作りもそうだった。俺はずっと不器用だったから、このカルベルの手成形のバゲットの手成形の、昔まだビデオがない時代だから8ミリフィルムで撮って、それを流してこう布巾をタオルを濡らして濡らすと扱いやすくなるから、それでこういう生地に見立ててこういう成形を練習して、不器用だっていうことはすぐできないから、人の何倍も自分で練習しなければ人と同じところまでいかない。
フランスパンがその初めてカルベル先生が来た1954年からすればもう60数年経ってるわけですよ、はい、でビゴーがまあ、この前亡くなりましたけど、ビゴーが日本に来てから50年以上いて、彼がその日本にフランスパンを定着させたっていうふうに言われてるんですが、私はそんなことはないと思っています。で、定着 してるように見えて、まだまださっきから言ってるそのフランスのパンに関しての、まあ、日本語で言うとガセネタっていう、事実無根、はい、事実誤認っていうか嘘がまかり通ってるから、はい、まだ定着するに至ってないと思ってます、はい、ただ昔よりは個人のパン屋がどん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 そのちゃんとしたバゲットを作るようにはなってきてますから、より一般の人たちがちゃんと美味しいバゲットを食べれる環境があるんじゃないかと思います。フランスで取れる小麦粉で作るのがフランスパンなんですね。カナダの強力粉で作るとものすごいボリュームの出るバゲットになる。で、皮も薄くなる。でも皮はすぐ戻る。フランスパンは皮のクラストのクルスティアンな食感が命です。あのカリカリ感にフランス人がハマって、わざわざ細長いパンを作ったっていうのは、そのまま食べるときにビニール袋入れたら、ビニール袋はフランスパンにとってパンの墓場になっちゃう。でも必ずオーブントースターで温め直して食べるっていうんだったら、ビニール袋入れた方が余計な水分が飛ばないからいいです。だからまあちょっとパンの種類は違いますけども、パンドローデブの普及委員会ではパンを食べて楽しむ会っていうのをやってるんですね。これわざわざその午前中にパンを講習会で作ったやつを午後から食べて楽しむ会っていうのをやってるのは、パンドローデブを一番いい状態で食べてもらいたいと思って、まあ、人数限定で、まあ、一番旬な時に食べてもらう、一回体験してもらえば百聞は一食にしかずって。分かります。職人の中には綺麗なパンを作りたいっていう人がいる。でも俺は綺麗なパンよりも美味しいパンを作りたいと思って、だから食べて美味しいパンをっていうモードは、外観だけ綺麗なパン作るモードっていうのはたくさんある。方法は強い生地を作ってクープが、まあ、フランスパンだったらクープが割れやすいようにモルダーでガンガン締めてとか、いろんな方法はあると思うんだけど、そういうパンが本当に食べて美味しいかっていうのはちょっとイコールではないから、俺は外観はそうでもなくてもちゃんと食べれば美味しいパンを何十年もかかって作ろうとして、一番大事なものだったら、フランス人にとってパンは命だっていうふうに言われる、まあ、それは中世の農民のパンに現れてるわけだけど、パンからカロリーの大半、栄養価の大半を得た時にパンはまさに命のパンだった。今はもうパンだけでは栄養価も足んない、カロリーも足んないけども、だからそういう時代 その俺はすっぴんのパンを求めていきたいと思ってる。すっぴんのパンっていうのは余計な副材料を入れないで本当に美味しいと思えるパンを自分で焼きたい。それは原材料 の選択も大事だけど、最後は ここですよ。スキルとマインドだと思うんだよね。やっぱりルセットを超えるもの、ルセットだけじゃない、同じルセットで100人のシェフが作ったら100通りのパンになると思う。だからルセットを超えるところにもっと、それは新製品を作るのは俺は苦手だから、俺にはそういうセンスはないです。新しい製品を作るのは興味もない。でも一つのパンをずっと、すっぴんのパンをもっと美味しくなるか、もっと美味しくなるかと思ってずっと何十年もやってきて、いまだにその答えは出てない。まあ、バゲットを食いたい一心でここまでやってきました。でドンクはもう完全にリタイアしましたけども、その後
たまたま今住んでる団地の別棟の一室を買いまして、そこを日本一小さい資料室に作りました。それは何かというと、フランスのパンに関わる、まあ、日本でいろんなメディアに紹介される記述の中で結構その嘘が書かれている例が多くて、それを私が生きている間に正したいと思っていろいろ調べることにしました。でその結果をまあ一部こういう本にもまとめたんですが、まだまだ今調べてる最中なんで、その資料室に来ていただければ、まあ、美味しいパンとワインセラーも置いてあるし、コーヒーマシンもあるんで、パンのご馳走しかできませんけども、ここに来ていただければパンとワインを飲みながらパンの話ができればと思って、アルシーブであり、釜を寄付していただいたんで、バハテルという、まあ、ドイツ製のオーブンを寄付していただいて、でパンが焼ける設備があるんで、アトリエでもあって、まあ、サロンでもあるという、そういう機能を持った空間を作りました。ただ本当にちっちゃいですけど、最初はまあ来て見てもらうのが優先だったんですが、はい、まあ、それはだからサロンのような機能が優先してました。はい、でも今年になってから日本の若いパン職人、まあ、10人ぐらい集めて私のセミナーをやることにしました。エコール、まあ、ちっちゃなエコールっていうのは学校っていうことですけど、それを私の資料室で、もう2回すでに終わったんですけども、私がいろいろ調べたことをその若い人たちに伝えようと思います。今年寄りの、まあ、日本のパン職人の年寄り連中っていうのはもう言っても聞かないじじいばっかだから、そういう人は相手にしないで、もっと若い人に伝えておけば、その人たちが今度ちゃんとしたことをそのもっと若い人に伝えてくれると思って、まあ、そういうことも始めました。だって美味しいフランスパン食べた時は嬉しいでしょ。俺自身も何十年もかかって自分が食べて、あ、これだったら死ぬまでずっと食べ続けたと思えるようなパンを焼けるようになったのは最初からじゃなくて何十年もかかった。で、せっかく自分で作れるようになったんだったらずっと。